こんにちは、吉田さん。まあドーパミンっていうのがねありますけども、それを刺激するのがドーピングということでね、なかなかどんどんいけるんではないかなというところでございます。今回はね、キャバクラに対して欲望の講義をちょっとしてみようかと思いますけどね。欲望をね、どのぐらい達成したいと思っているのか、そして自分の欲望がどのくらいあるのかってことを測るのには、やっぱりね、男女関係に模していくと分かりやすいかなと思いまして、私は今回テーマをね、キャバクラにさせていただこうかと思います。まあ、キャバクラに行ってですね、まあ人通り楽しむと、もしくは時間を過ごす、でお金を払って帰る。そしてお金を払ったというのは一種のまあストレスになるわけですけども、でもお金を払ったとされるその自分のね、キャバクラにいた時間が払ったお金のストレス以上に快適なものであれば、また行こうかなって思うわけなんですよ。ここにはですね、キャバクラという先入観をなくすという、まあ素直にね、自分の心を開いていくっていうところも必要です。キャバクラなんてつまんねえよっていう先入観からいけば、それはつまらないところばかりを見るんで、お金を払った時にもう最終的なダメージを食らうということになりますけども、キャバクラってのはね、誰がどう楽しんでいるのかなっていうふうな好奇心の目線で、本当にね、フラットな感覚で見ると、あ、こういうところに多くの人は感動するんだ、こういうところに喜びを感じるんだ、そしてこの女性はどういうふうに男性を楽しまして自分の虜にしようと思っているのかなっていうふうに、その心理状態とかもね、測っていけるんですよ。非常に勉強になるところだと思います。女性はモテる自分の才能、年齢、全てのポジションをマックスにしてその場所に挑んでいます。それこそ40分とか50分のモテる時間の中で、1秒たりとも無駄にすることなくね、全ての所作ですとかね、言葉遣い、目線、男性のいろんな仕草、こういったものを頭にインプットして、どうやったら一番気に入られるかな、そしてこの人はどのようにしたら心をくすぐって自分の手元に置けるのかな、リピートしてくれるのかなってことを本当に真剣に考えてます。真剣に考えて勝負してるわけなんですよ。まあそういうふうな女性の向上心のマックスな状態が見れるのがキャバクラです。なぜならキャバクラにはトークとその女性以外には何もないからなんですよね。お酒っていうアイテムはありますけども、お酒は市場価格の何倍もするわけですよ。だからお酒自身に魅力はないですね。お酒に本当に飲みに来てる人っていうのは、そこじゃなくって別のところに行く可能性が非常に強いです。で、女性とお酒がセットになってるところ、その中で一番自分を楽しまして喜ばして自分の尊重心をね、引き出してくれるところどこかなっていうところで選ぶわけなんですよね。さあそろそろね、じゃあ自分の欲望がそのキャバクラに対してどのように、測っていけるのかってことをお話しましょう。まあ、キャバクラの中で自分の好みの女性ができました。できなければ通い続けてください。できますんで、必ずいますんで。そしてまあいましたというところから話を進めます。その女性をなんとかね、自分のものにしたいなと思うわけですよ。このものにしたいっていうレベルもいろんな欲望のステージがあります。例えばね、自分がお店に行ったら喜んでくれるレベル、自分がお店に行った後同伴やアフターも受け入れてくれるレベル、自分が行って延長をものすごくねしたくなるほど向こうも自分に対して好意を持ってくれるなと感じさせるレベル、そしてですね、もう天涯持ち出しと言いますかね、営業時間ではなくて本当にプライベートの時間に、普段着で自分と会ってくれるかどうかなっていうレベル、いろんな欲望のレベルがありますけども、やっぱりこれね、男性がどのぐらい自分の欲望の情熱を外に出せるかによるんですよ。で、欲望がなければ、ああ大した女の子いないなと思えばそんなことにはならないんですよね。でも探し続ければ必ず見つかるんですよ。これをちょっとビジネスに例えると、稼ぐ方法は世の中にいっぱいあります。でも自分の欲望と、そしてフラストレーションね、ストレスね、これを同時に消化してくれて、なおかつ繰り返してもいいかなって思えるぐらいの仕事っていうのが見つかるといいですよね。例えばね、コンビニで時給850円です。早朝5時から8時勤務です。これはほとんどの方が続かないと思います。時給も安いし、朝早く起きないといけないし、そして勤務時間が短いんで大した収入にはならないと。でも一部の方はそれがベストと思うから、コンビニっていうのは経営が維持されているところありますよね。まあ、ですので、自分がコンビニに向いてるのか向いてないのか、コンビニだとストレスを感じずに働けるのか、感じたとしてもそれ以上のメリットを享受しながら働けるのか、そういうことがそこには組み込まれています。じゃあコンビニ以外だったらどうかなと、牛丼屋どうかな、電通どうかな、一部上場企業どうかな、いろんな選択肢がありますけども、
今度は向こうが自分を選ぶかどうかって問題があります。キャバクラの話に戻ります。キャバクラに大好きな女の子がいても、その女の子が自分を選ぶかどうかって問題がありますよね。ですので選ばせる工夫が途中から必要になってくるんですよ。いや、そんなにね、努力してまで工夫してまで金を使ったり卑屈になってまで女の子にモテたくねえよって思う気持ちもあります。なんで金払って気使ってね、で、まあ、女の子を立てないといけないのみたいな、そんな気持ちもあります。でもビジネスに対してそうは思わないと思うんですよ。金になるんだったらどれだけでもお客さんを立てようとかね、どれだけでもお客さんに厳しくいこうと、どれだけでもお客さんのために何かしよう、時にはお客さんを手放すことによってお客様のやる気を引き出していこうかなと、あの手この手でお金を最終的には自分の収入を上げるためにお客さんに対して知恵を使うわけですよね。でまたキャバクラの話に戻りますよ。その女の子が自分に振り向いてくれる、自分のものになるかどうかっていうところまであらゆる手を尽くしてね、その自分の思い、情熱、心が燃え続ける限りいろんな手を尽くすと思うんですよ。そしてもう無理だと、これ以上は俺やってらんねえよって思うところまでやると思うんですよね。でそこでやってらんねえよってところで女の子が結局自分のものにならなければ、あ、無駄な時間だった、もしくはまあ勉強になったけども、目的が達成されなかったなっていうことになると思います。ビジネスも一緒でしょ。だんだん分かってきましたねこれね。そして全てのことに言えるんですけども、自分がそれを手に入れたいという思い、ね、ダム建設で稲盛和夫さんの話もありましたけどもね、利益を出したいという思いがもし本当にあるんだったら365日24時間そのことを思っている。そしてですね、それは儲けようと思わなあきまへんなっていう一言に、あ、こういうことなんだっていうふうにぶち当たるんですよ。ずっと考えていたら、あ、この人も言葉にしたらこうなんだと、なるほどと思えるかどうかなんですよ。そしてその言葉を展開して、その松下幸之助さんは言ってないんだけども、こういうふうなプロセスでその言葉が出たに違いない、こういうふうな経験とか見識でこの言葉が出たに違いないというふうに受け取った言葉、短い受け取った言葉を展開して無限に広げていくってことができるほど自分の頭が常に動いていれば利益に向かっていくんですよね。でも多くの方はね、はい、セルフバックですよって当たれるじゃないですか。展開しないんですよ。そのセルフバックの案件1個だけ見てるんですよ。クレジットカード5000円、保険の面談6000円、 FX の口座開設12000円、それしか見えてないでしょ。違うんですよ。 FX の口座開設12000円ということは、待てよと、これを展開するんですよね。まずは最初の展開です。これそのぐらいであったら考えたことあるよって必ず言うと思いますけども、FX12000 円ありますよね。その案件を見た瞬間にやるんではなくて、やるんじゃないですよ。他の ASP に行って12000円っていうのはどこの ASP でも同じかなっていうふうに比較をしだすんですよね。で、このぐらいのことは考えたでしょ。考えたけどもついさっきまでそれ思わなかったでしょ。だから常に考えてるとこういうことなんですよ。一つの案件をもらっても他の ASP でどうかなっていうふうにして、他の ASP のURL が20個も30個も出てくるんですよ、横並びに。で最大で私がやってる当時は69社あったわけですから、今は100数十社ありますってことが言えるはずなんですよ。展開するために常に考えていたら、ね、360日20時間考えていたら、じゃあこの手を打ってみようかな、じゃあこれと組み合わせてみようかな、じゃあこういうふうに伸ばしてみようかなというふうに展開展開展開していって、無限にそのセルフバック1件12000円ですよっていうところから無限に広がっていくんですよ。だからね、 FX の口座開設12000円です、なんとかっていう証券会社がやってます、この一言だけで私はじゃあ4時間半の講義ができますかって言ったら私はできるんですよ、ね、だからそれは360日20時間考えていて、しかも FX の口座開設を何件もやったから、そして無数の ASP にぶち当たってきたから、そして ASP の会社訪問を何度となくしてるからなんですよ。私がこの町に来た時も ASP の会社この地元にないかなと思って探したらあったんですよね。そこにすぐ訪問しました。でかいビルでした。広告会社の一室で代表の方が私にアフィリエイトの広告でやってもらいたい案件があると。これは表に出してないんだけども、その代わり全、VIP でやっていきますということで私と契約してくれました。そしてその方が言われているのは、不正が多くてほとんどが承認できないんだということだったんです。でも会社訪問して自分のアフィリエイト手法をこうやって、ね、教えてくれるような、そんなアフィリエイターさんにはどんどんいい案件を伝えていきたい、なぜなら後ろめたい人はこんなことしないからですっていうふうに言ってくれるんですよね。じゃあ先ほどの FX の案件12000円っていうのは一般価格ですよ。私がいくらもらっていたのか、それは3万円なんですよ、ね、倍以上になるわけですよ。自分の FX じゃない、
自分の自己アフェイトの手法をきちんと解析して人に説明できるレベルで消化して、それを ASP の担当者に持っていって、この方法で私はアフィリエイト、どんどん承認取ってますと、ね、紹介報酬いただいてますと、他の ASP ではこのぐらいの実績があります、こっちの ASP ではこのぐらいの実績があって、このこちらの ASP ではこういう担当者がついてますとお話したら、そこの会社の人は、あ、何々さんね、知ってますよって感じで、もともとその会社にいたんですよみたいなところで、どん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 話が続くわけですよね。信頼関係高まるじゃないですか。そこまでする自己アフィリエーターがいますかってことなんですよ。アフィリエーターがいますかってことなんですよ、ね、これがだから私が一つの案件に対して話を展開できる秘密です。やったからなんですよ。そんなことまでやったの？そうなんですよ。1億円稼ぐってことはそんなとこまでやったのっていうレベルまでやってるってことなんですよ。じゃあキャバクラの話に戻りますよ。その女の子を口説くのにそこまでするの？と。それこそね、もうそのキャバクラに行くときに直前にシャワーを浴びて香水をつけて、でお乳のスーツを着てね、それこそ靴下まで新品で行く、そこまでするの？みたいな。そこまでしますよ。そこまでその人のことを考えてるからね。そしてその人に考えてほしいからね、ということですよね。で結局その方との天涯、そしてプライベートの関係、ついには将来を約束する、そんなルートまで行くわけですよ、ね、その約束は、まあ、保護になったわけですかね、私 の経験から言うと。じゃあこれがね、なんでね、それはキャバクラ営業でしょって言うけども、キャバクラで営業、確かにそうなんですよ。営業を相手にしている男性の中でも、営業ではない分野までこちらが突っ込んでいって向こうが心動かされれば、もう完全にそうではなくなるんですよね。なぜそういうことが言えるかね。自分の手に落ちた女の子は自分のついてるお客さん、そして使ってくれる金額や時間、何曜日に来るかなってこと細かく教えてくれますね。そしてそうじゃない時間に来て、もしくはお店にはもう来ないでと、もうもったいないからと、お店に来なくていいんで、じゃあその代わりデートで使いましょうとかね、こういう風になってきます。とにかくお店に行くと、あの私の支払いっていうのは半分が店の取り分、残りの半分が女の子になってきますんで、あのもうね、女の子からすると自分の財産なんですよ、私の存在っていうのは。だからお店みたいなところに入れてほしくないんですよね。でお酒を飲むなら家で飲みましょうとかね、私入れるからみたいな感じでね、まあマイルームキャバクラが出来上がるということでございます。完全指名ですよね。はい、まあいろいろと話しましたけど、大体すり込めたかなと思いますんで、この辺で話をまとめていこうかと思います。ちょっと長くなりましたんでね。まあね、キャバクラに限らずどの分野でもこのぐらいのことはお話しできるんですよ。じゃなければ出なければね、稼げません、だからね、トークに限りがあるってことは、まあそれだけの経験とか見識しかないってことなんですよ。トークってのは結局脳にあること、脳で組み上げられたストーリーが出てくるわけですからね。でちなみに私、台本も何もないわけですよ。自分の経験から話してるからなんですよ。自分の見識から話してるからなんですよ、ね、これをなんか創作物で話すと辻褄が合うようにノートをメモ取ったりとかってことになってきますんでね。そんなめんどくさいこと私やりませんけどね。まあ最初は台本書いてこうやって動画を撮ったりもしましたけども、台本の方が非効率的になってくるレベルまでトークが洗練されていくと、台本がない方が楽なんですよ、それこそカメラのボタンを押してって感じで、最初に浮かび上がった言葉一つで展開、まさに今回のキーワードは展開ですよ。その一つの、例えば3文字の言葉で、速稼塾っていう言葉でどんどん展開して、もう無限時間にそこを詰め込んでいけるというね。脱線しちゃ戻って、脱線しちゃ戻って、別の比較をしちゃ戻ってって今回もしましたよね。行ってくる行ってくる行ってくるで、結局最終的にまあ欲望っていうキーワードに帰っていった。ビジネスでもそう、キャバクラでもそう、展開をするってこと、全てお話できま、できたと思いますけどね。いかがだったですかね。まあこんなことをね、長く続けていて、速稼塾っていうものがここまで来ております。まあその展開っていうキーワードを今回はね、頭に入れていきたいかなと思いますよね。やっぱり上級者ってのは一つの言葉全てを凝縮してその言葉に詰め込んでるんで、その言葉を受け取った時に展開しなければならないですし、展開できる能力がなければなりません。ほとんどの方は展開できないので、何言ってんだこの人で終わるんですよ、ね、私の話もそうですよ。で私の話もそう、私の話がつまらないっていうのは、それはつまらないと思いますよ。だって展開する能力がないんだから。展開する能力なければ何も感じれないばかりか苦痛になると思います。だからそういう方はもうちょっと足元からやった方がいいと思いますね。例えば月に
50万とか100万とかを稼ぐところから、それ足元を固めてほしいと思います、うん、その向こうに1億円という世界とかが待ってますんでね。あとは何もしなくても、ほとんど何もしなくても月収100万という世界っていうのはもっともっと先にありますからね。まずはもっともっとレベルのね、低いと言ったら語弊がありますけども、最初に突破しないといけない壁は、しこぎりやって月収1万あいや100万円月収100万しこぎりやって月収100万、だんだん作業量を減らしても100万が維持できる。次はだんだん作業量を減らしても売り上げは上がっていく一方、そしてほとんど何もしないけども売り上げはしこぎりやった時よりもすごいいっぱいあるみたいな、こんな感じですよね。はい、じゃあこの辺に終わりましょうか。いってらっしゃい。